皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はいま今回は名古屋グランパス成瀬俊平選手期限付き移籍期間満了ということで本日グランパス公式からリリースがありましたミトホーリーホックに育成型期限付き移籍をしておりました成瀬選手の育成型期限付き移籍期間が満了となりましたので お知らせいたしますということですね。今回はこの話題について話していきたいと思います。はい。で、ナルセ春平選手ですね。二千一年生まれ、二十二歳、身長百六十六センチ、ポジションはサイドバックまたはウィングバックというところでしょうか。で、ナルセ選手二千十九年にグランパス U 十八からトップ昇格をして、で、二シーズン目ですかね。二千二十シーズンには J ワンで二十五試合。 翌21シーズンには18試合に出場をしていたという状況で2022シーズンから育成型期限付き移籍でグランパスチームを離れているとその間に岡山山形でプレーをし、まあ、今は水戸に水戸ホールヒョークに移籍をしていたという状況ですねで今回のグランパス発表の内容を見るとまあ 単に育成型期限付き移籍期間が満了しましたという表現にとどまっておりグランパスに復帰であったり、まあ、来期グランパスでプレーするみたいなような表現は見られないと。 ということです、ね、まああと LINE でのお知らせもありませんでしたしというところですねまあ来季グランパスでプレーするのか再びどこか別のチームへ育成型期限付き席となるのかというところはちょっと現状ではよくわからないというところではあるんですけれどもまあなんとなく発表の仕方的に来季も別のチームなのかなとでその別のチームを探している間に水戸の あの契約期間が切れたので、ひとまずこういった発表になったのかな？というような印象は受けます。まあ、ただ、公式な発表を待ちましょうというところですかね。で。まあ、このナルス選手に関しては先ほど言った通り、トップ昇格後2年目からもうしっかりと出場機会を得ていてまあ、そのままね。グランパスで育成できればなと思っていたんですが、まあ、2021シーズンに出場機会が減ってしまったことも。 あり育成型期限付き移籍チームを離れるという決断をしていたとであとはやはりオリンピックですよね成瀬選手パリオリンピックの世代でオリンピック代表に、まあ、選ばれていた期間もあるという言い方になってしまうのは残念なんですけれども、まあ、そういう状況もあって、まあ、より出場機会を求めて、まあ、チームを離れようと決断したというところはあったというところで、まあ、現あ 際に繋がっているというところですかねでまぁ、あ、ナルセ選手がチームを離れた後まあ、グランパス当時はねフォーバックだったものがスリーバックに変わってとかねまぁ、あ、あのー 変化もあったんですけれども、まあ、くしくもと言いますか、ウイングバックが手薄になっていた時期もあったので、私はね、ナルス選手を戻す選択肢もあるのかなと思っていたんですが、まあ、現時点までそうはなってい いいいないとということですねで水戸ホーリーホックは4バックを基本としているようで、まあ、ナルス選手は主に左のサイドバックですかね、まあ、右のサイドバックでの出場もあるようですけれども、まあ、左右のサイドバックどちらかというと左が多いという状況での出場だった。 ようですでまあ現状のグランパスの編成考えてみるとまあ、特にまあ、右のウイングバックまあ左も森下選手抜けてっていうところもあるのでウイングバックが必ずしも盤石という状況ではないというところでまあ、左右のねウイングバックでプレーが可能なル瀬選手を 戻すという可能性十分あるのではないのかなというふうに思っております。で、まあ、ナルス選手ね、グランパス U18 出身選手なので、A 契約枠とは関係なく例外として、まあ、あの登録可能なので、枠の問題も全くないというところですね。まあ、あとはもうそのプレー強度といいますかね、守備強度のところであったり、単純にグランパス側として戦力として、 見てもらえるののかかかどうかというとといころな,のかなとまあ私個人的にはね成瀬選手非常に期待している選手なのであのどこかで戻ってきてほしいなというふうに思っておりますでそれがね今季の頭からなのかっていうのはちょっとよく現状わからないんですけれどもまあやっぱり先ほども言った通りですけれどもねウィングバックの編成考えるとやっぱり成瀬選手十分 チャンスあるのではないのかなと思っておりますまあ、なのでね、近い将来グランパスのサイドでナルス選手のプレーが見られるようなことをね期待しつつあのー、もう少し状況を見守りたいなというふうに思いますまあ、公式発表を待ちたいなというところですねはい、そんなところでサトーラジオ第703回今回はこの辺りで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします